ニロチニブ、ニロチニブは分子標的治療薬のチロシンキナーゼ阻害薬の一つであり、塩酸塩用一スや獲物がイマチニブ体制の慢性骨髄性白血病の治療に用いられる。商品名タシグナ、開発コード案107。ビエルキナーゼドメインとニロチニブの複合体の結晶構造ニロチニブが承認されたのは、米国 FDA で2007年10月29日。 欧州へまで2009年9月29日、英国マラで2007年11月19日、欧州とかで2008年1月17日、日本厚生労働省で2009年1月21日であった。欧米での効能、効果は、フィラデルフィア染色体陽性の慢性骨髄性、白血病である。日本での効能、効果は、慢性期、または、 移行期の慢性骨髄性白血病である。2006年6月、大アイアイ臨床試験が実施され、ニロチニブの忍ヒ広子性と、標準治療薬である、イマチニブ体性慢性骨髄性白血病への有効性が確認された。当該試験では5ヶ月のニロチニブ投与により、イマチニブ抵抗性を示す患者の92%で、白血玉数が正常化した。 ニロチニブは低用量で、パーキンソン病、アルツハイマー型認知症、スジー縮性即作効果症、認知症、ハンチントン病に相行する。消化管肝質主要の第一選択薬としての第 3i 印象試験は独立モニタリング委員会の勧告により2011年4月11日に中止された。中間解析でイマチニブに対する優越性が確認できなかったからである。 q t 延長症候群、低下流無血症、低マグネシウム血症、妊婦、妊娠希望者、授乳婦、ガラクトース、乳頭不対症の患者に対して近畿を設定している国があるが、日本で近畿に設定されているのは過敏症の起用歴のある患者と妊婦、または妊娠している可能性のある婦人のみである。日本で警告欄に表記されている項目は、 心血管障害と一般的な事項であるが、海外では下記の項目が警告欄に設定されている場合もある。肝機能が低下している患者に投与する場合には、容量を減量し、肝機能をモニタリングする必要がある。日本の添付文書では、肝機能の他に、血液系、水機能、QT 間隔延長について、減量基準が記載されている。 ニロチニブは心毒性を持つことが、米国の添付文書で、クロク警告されているほか、日本でも警告欄に、QT 感覚延長と、新タンポナーデによる死亡が記載されている。他にもニロチニブは、抗がん剤によく見られる多くの副作用を持つ。頭痛、倦怠感、悪心、嘔吐、下痢、便秘などの消化器症状、筋肉痛、関節痛、 しおくれないなどの皮膚症状、インフルエンザ様症状、血球数減少である。他に特徴的な副作用として、高血圧、様々な不整脈、QT 延長などの心血管症状を呈する。その他にも、電解質やグルコース代謝に影響する。肺に対する副作用は、イマチニブやダサチニブよりも、 発言頻度が低いが、肺胞出血を発言した事例が報告されている。重大な副作用として記載されているものは、である。ニロチニブは、肝トランスポーターをトップ1バイト1および、おトップ1バイト3の機質である。ニロチニブが、おトップ1バイト1および、おトップ1バイト3に結合することで肝排泄が妨げられ、トランスポーターを介した薬剤乾燥後作用が発生する。 ニロチニブは、オトップ1バイト1阻害作用を持つが、オトップ1バイト3阻害作用はない。ニロチニブは、サイプ 3A4 で代謝されるので、グレープフルーツ等のサイプ 3A4 阻害薬並びに、サイプ 3A4 誘導薬は、ニロチニブと相互作用する。ザクロや、スターフルーツとも相互作用するとの報告がある。ニロチニブは、フィラデルフィア染色体由来の BCR。 BL キナーゼのほか、きっと LCK、f 3 f 8 DDR1、DDR2、PDGFRB、マプック11、ザックを阻害する。ありがとうございます。